さよなら。え、おいおい、ちょっと待て。仕方ねえな。鬼塚先生に見ぬ、おぬ、子供学園。どうします、エルグ。あなたは。こういうもんで。ヤクザ한분이찾아왔어요이ヤクザ는도지마의아버지로잠시실신한아들의등에문신까지직접새겼는데요가족의아가씨를잃었다ってわけだ親子で恐ろいのもんもんだ야근데잘새겼어突然俺の服脱がしやがった자그걸보게된친구들의반응이어떨지같이감상하시죠안녕하세요액션채널의제이콘도입니다자신의아버지를끔찍하게증오하는도지마이감이들어요이야사립학교라그런지수영수업도있어네아니야너그치아니왜되겠어어水泳はな、お前ダイエット効果もあんだからちゃんとやれよ何やってんだあいつお、小島ハブるかおい、おめえ泳げねえんだろなあ、鬼塚英吉様が教えてやるうれ、やめろよ옷을벗지못하는도지마를절친무라이는알고있었죠아やっぱよお前夏はよお前어떻게든감추고싶었던문신을오니지카선생님때문에친구들에게공개하게되었죠도지마이걸보게된친구들의반응은뜨거웠습니다어누라이도지마どうした考えてんだあいつよあんなの見られたら学校にいられるわけねえだろなんで好きで言えてるわけねえだろ같은시각학교단장을넘는한아저씨가있었으니교실은문신사건으로떠들썩했고아아노타투가타투난데마리마센무라이군도도지마군와오였습니그런데그때도지마세요에르그아나따와수영시간에봤던똑같은문신을보여주며오라이트노이즈あいつかくまってんじゃねえだろうね。あいつはこの学園のどこだよ。いや、もうあっぱが、ちょろごがみょん、ゆうちんえでりこんびりげっそ。お前たち何を騒がい。なんだてめえは。何の騒ぎですか、一体。教頭先生。教頭か。せやにせえとき。絶対逃がさねえぞ、俺ガキ。警察110番。はい。マジですか。とにかく理事長に報告です。次から次と。大丈夫。生徒がこんな目に遭ってるのに、それでも教師ですか。아니뭐교사가천하무적이야딱봐도양아치가들어왔는데뭔수로막어그렇지오니지카라면몰라도안다아이츠아이츠가이랬단다아嫌がる堂島に無理やり入れ墨をさ堂島は父親が誰なのかもわからないんだよ最後に選んだ男があの一ノ瀬って言え母親を守ろうと必死だったけど뒤늦게상황을알게된오니즈카入れ墨入れた男が暴れたんだよ堂島君出せって絶対逃がさないとか言ってたよでえぞそれおいぐらい堂島に伝えんだよだったら俺も連れてけよなんだよここはあいつ半年前からここの施設で暮らしてんだ何かご用ですかあ君たちここの子堂島に会いに来たんだけどよ誰もいねえみてえでせいや親がめちゃくちゃだからちょっと心配でせいやに無理やり入れ墨入れたのだってせいや絶対あいつを殺すって言ってたから殺す母親がいなくなった当てつけだったみたいだしお前も連れてくしかちっとはてめえの胸に手当てて考えてみろよ。これで俺とお前は家族だな。家族の証を入れてやったってわけだ。親子でお揃いのもんもんだ。あれ以来、あいつ
殻に閉じこもっちまったみたいに。ひでえ話だな、そりゃ。このままじゃせいや本気であの男殺しかねないし。せいやのこと助けてあげて。いっそ殺しちまってもいいんじゃねえの。ああ殺すよ必ず。あいつは母さんがいなくなったのはあいつのせいなんだからな。よう、お邪魔してるぜ。鬼塚先生、せいやのこと心配して来てくれたんだって。余計なお世話なんだよ。俺担任だし。おほう、いげ担任을보자마자。学校で待ってんぞ。また明日な。おい、もういいのかよ鬼塚、このまま帰っちまっても。こいつめて火力の匂いしよう。あいつが水泳の時間に突然俺の服脱がしやがった。邪魔なようならこっちで何とかするわよ。誓い、実行することが大事なんだから。分かってるわよね、あの男が生きてる限りあんたは逃げられないんだってこと。分からせてやって、私たちみたいにね。会いたかったよ。二度と来ないで。그렇습니다. 같은 시설에 있었던 쌍둥이 자매 리코와 미코가 도지마를 조정하고 있었죠. 오마케니こんな非常事態に도지마세야와속국타이가군씨도지마君が何か悪いことしましたか?いえ、無責任な親です。そういう親に苦しめられている子供は被害者です。せめて私たち教師が。ごもっともではありますが。少なくとも鬼塚先生は私は信じておりますが。ほら、そんな落ち込むことないわよ。そうよ冬月先生、逃げ出さなかっただけ立派よ。鬼塚先生だったら野蛮人同士殺し合いでもしたんじゃないかな。でも鬼塚先生またどっか行っちゃったままなんでしょ。だいたい俺にどうしろっつうんだ。教師だろ。そういうお前は堂島のダチじゃねえのか。もういいよ。あいつ結構ダチ思いのいいやつなんじゃねえか。ああ、鬼塚先生、親代わりだって入れ墨入れた人が探しに来たんです。とんでもないことに巻き込まれるかもしれないですし。そんなに心配ならね、自分で何とかしたらどうです。ちった自分で何とかしてみたらどうです。副担なんだし。お、冬月先生、どうも。いいのか、あんな突き放して言い方で。冴島、ちょっと調べてほしいことあるんだけどよ。아이고진짜목소리때문에안되겠어요이번건。나가나가うめえじゃん。聞いたぜおめ、ただの父離れできてねえだけのガキがよ。ただのマザコンじゃねえか。てめえ前に進めよ。父うるせえんだよ。そんな簡単なことじゃねえんだぞ。どうした。ん、撃てちゃうよ。私なら簡単に。私たちの邪魔しないで。失礼しました。もう大丈夫だよ。堂島。堂島くん、おはよう。昨日大変だったね。よぉ、マザコン堂島。鬼塚先生、それでどうなった。何がだよ。殺人計画だよ鬼塚先生。帰っちゃうの。ああ、行っちゃった。殺人計画ってどういうことですか。冬月先生、英樹さんにこれ渡しといてもらえます。堂島くん、どうしたのかな。さあ、これちょうだい。ああ、あといつもの。どう、うまくやってる。何がすか。堂島くん、あれずいぶん弱気じゃない。鬼塚先生、これお友達のおまわりさんから。堂島くんのためにちゃんと何とかしようと動いてたんですね。これからっすよ本番はね。よし、しゃあ、どうか。また何か企んでるの、みやびちゃん。何なのあの態度。ちょっと IQ 高いからって本当ムカつくよね。
堂島くんに優しいお父さんの居場所を教えてあげたの。まずいことになったよ。やべえな、それ。何？堂島にあの男の居所伝えたのか？ちょうどいいじゃない。教師なんて何の役にも立たないんだし。最低だな、お前。何よ、最低って。引き際逃しちゃったわね、みやびちゃん。ちくちくん、みやびのことが心配なの？心配なのはお前の方だよ。とうとう見つけたな。探してからちょうどよかった。ほな行こうか。めちゃくちゃになっちゃえばいいのよ。ここです。確かこの店だって一ノ瀬って人が。どうやらまだ堂島は来てねえようだな。来たわよ、さっき双子の子たちと。まさかあなたがここの住所、堂島君に？どうせ教師にどうこうできる問題じゃないでしょ。だとしたら本人たちでどうにかしてもらわなきゃ。でしょ、佐島か。おめえに頼んでいいことあんだけどよ。はいはい、わかりました。ちょうど今署の人物紹介システム室にいるんでね。ビンゴ！紀王町3-45。これってほら、冴島さんから受け取った。ああ、やっぱり。なるほど。おい、駅近、一ノ瀬ってやつのこと調べてたら、やつ元は暴力団銀龍会の末端のチンピラで、組の金持ち出して逃げ回ってるろくでなしらしいんだ。スケープゴートに使うってか。なあ龍二、その組の住所わかるか？何をするつもりなんですか？じゃあ、まあ決めるためにね。何をや！俺からは一生離れられねえって。ああ、いいじゃんいいじゃん。こんな綺麗なもん入れてやったのに俺を殺そうなんてない。ほんとクズね、ムカつく。でも俺よりもっとクズなやつがいるぞ。おい、出てこい。母さん驚いたろ。ん？この女よ、お前は捨てて出てった後すぐ俺んとこ戻ってきたんだよ。知らなかったのか。つまりお前はとうの昔に捨てられたってことで。本当なの？母さん、ごめんなさい。さて、お前には死んでもらおうか。それは無理だな。あ？なんだお前。担任だ、こいつのな。おい、血のせい、てめえ。お願い。あれが現実なんだ。おめえが必死で守ろうとした母親のな。世の中には親なのにてめえのことしか考えねえクソみてえなやつだっていいんだ。ひでえよな。産み落としといてよ、忘れちまえよ。あんな母親。いなくたってな、男は立派に育つもんなんだ。だからよ、卒業しちまえ。おめえにはダチがいるじゃねえか、村井や。俺が卒業式にしようぜ。今日はお前のよ。
알람 설정과 좋아요는 다음 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. I